でしょう。持ちます、伏見ヒット、ノーアウトランナー一塁。これが5回の攻撃です。低めうまく拾ってライト線はどうだ、フェアです。伏見はセカンドゲッター、浅間セカンドへ、ノーアウトランナー二塁三塁。追い込まれてましたが今日スタメンの浅間ツーベース。狙ってきていく、これもゴロになったんですがセカンドゴロ、三塁ランナーが帰ってきます。その間に三塁ランナー生還、うまく捉えて右中間です。破る清宮のタイムリーヒット、もう1点追加、セカンド蹴って三塁へ、タイムリースリーベース、4対2。フルカウントからスピリットかカットボールだと思うんですけども、清宮選手がうまく拾いましたよね。拾った、はい、ちょっとほとんど変化しなかったっていうのもあるんですけども、はい、初球打ちは三塁線、フェアです。万波も続いた、連続のタイムリーヒット、5対2、セカンドへ。今度は初球を捉えました。前の2打席は伊沢を差し出ますが全くタイミングは合ってなかったですけどもね、速いボールセンター返しは辰巳の前、回った、3連続タイムリーヒット、清宮、万波、マルティネス。まあもちろんカウントがですね3ワンという、左中間です、詰まりながらレフトの前はどうだ、落ちた、ハンソンにもヒット、これで4連打。これも初球から来て、この当たりもヒットになった、回した、この回4本目のタイムリーヒット、これで5連打。まさに今の打球もそういうシーンになるんですかね、ちょっと流れ的に止まらないですよね。ハンソンもそして郡司ももちろんヒットです。